野木伝え安教法5年2月5日は、江戸時代の医師、武士。長戸調布藩の江戸城府の藩主寺。後に、野木稀介を輩出する調布藩士家の野木家の家装。寛永15年、野木冬次の次男として生まれる。母は、伊予松山藩士、河出重左在門の娘。父冬次は、毛利秀元に仕えていたが、ゆえあって浪人していた。 遠方6年2月24日、冬、次が死去する。天羅元年、毛利綱広の七女吉姫の年寄り格の女中であった、玉木との間に、長男の九太郎が生まれる。この縁もあって、天羅2年4月22日、平野丹波守の鳥なしで、長婦藩主の毛利綱元に、江戸城府の藩主寺として主管し、改めて、長婦藩主となる。時、人口で、 月並み三十人ぶち金三十両を割り当てられる。最終的な国高は三百国であった。なお、妻の玉城は元六二年に死去したため、後に子妻を迎える。元六十五年、長男の九太郎春生が、長州藩の毛利吉弘に召し出されて、長州藩士となり、母染女の勲功で分立してかつて母が名乗っていた玉木を生として称する。これにより、 後継ぎがいなくなったため、おいで、娘婿の随友を養子とした。法営2年1月17日、春生が、江戸で死去する。また、聖徳3年、イボアニで、伊勢国津藩主であった院生が、聖徳5年に、同母帝の歌久し庵が死去している。教法5年2月5日死去。去年83。武術に長けており、特に弓矢に秀でていたという。 ありがとうございます。